わけで、パルス21と丸音がですね、共同になって音楽情報を発信しようというパルスインフォメーションなんですが、今日はですね、ご覧のようにレニークラビッツジャパンツアー95札幌公演、まあ、小前アイスアリーナにやってきてるんですが、まだちょっと時間が早いせいかですね、パラパラとしかお客さんいません。さっきまであそこでアコースティックギターで3人で歌ってた連中いたんだけど、本番になった途端に逃げちゃって、でも歌ってた曲はレニー・クラビッツじゃなかったっていうのがちょっと寂しいんですが、そういうわけでですね、今日パルスインフォメーション、このマコマライアイスアリーナからお送りしていくわけなんですが、パルスの21の方にはですね、レニー・クラビッツのフライング V 展示してまして、たった一人の方に当てるという、やってました。これだけハガキをいただいたんですけれども、すごいでしょ、約1500枚ぐらいあるんですが、中にはこういうですね、素晴らしいイラストを入れてくれたね、います。この人が今見れたということは、この人は外れてるという、当たりのハガキはですね、今日今ここで発表しますから、レニー・クラビッツサイン入りのフライング V ギブソンのギター当選者、ドルルル、石狩郡東別町17歳札幌開成高校2年生下村雄一君、おめでとう、イエーイ。フライング V、後でね、これ電話番号書いてあるから見えないようにして、後でね、拍手が季節して沸き起こってますけど、どうもご協力ありがとうございます。ということで、下村君多分今日会場で見てるんじゃないかなと思うんですけれども、今フライング V 現物はですね、楽屋の方に行ってます。で、後で公演が終わった後、レニーがですね、自分でサインを入れて、で僕らのところに持ってきてくれますんで、それを後で下村君、自費で取りに来てください。ちょっと遅れ込んできないんで、傷ついたら困るんで、後で取りに来ていただきたいと思います。というわけで、パルスインフォメーション、レニー・クラビッツのライブに行きましょう。